断っておくだけでも正々堂々って言わない？聖典教会がこの町に何の用なの？悪魔退治よ、キサラ。それが完全を期した対策ってやつ？まさか悪魔が人間の男にだらし込まれるなんてね。シュウ君を寝取られたからってムキになって、ほらムキになった。キサラがここまでやられんのは3年ぶりだな。いやいや、血は喧嘩なんかじゃないって。今まで会ったこともないんだって。信じてよ。